吉田さん、社会依存ね、うまいこと言いますね。やっぱりね、これからの世の中っていうのは、そういうふうなビッグネーム、看板に依存することができなくなっちゃうんですよね。なんかちょっと違う話題ですけども、早稲田とか慶応のその大学のね、生徒さんっていうのは結構ね、いやらしい犯罪を犯したりとか、やってはいけない薬物とかをやって揉み消してるって話を聞くんですよ。で、これがね、何を意味するかっていうと、私の目から見てで恐縮なんですけども、有名大学に行っていてもそれがブランドにならないってことなんですよ。で、有名大学卒業してもリストラにあっちゃって、で、ロスジェネで40代50代っていう例も今あるでしょ。だからもはやね、大学名に依存するっていうのができないんですよ。どこどこ大学出たから大丈夫みたいなプラチナチケットってのも存在しなくなっちゃったり、どこどこの会社の社員だから大丈夫ってこともなくなったり、で、どこどこの何々の組織いるからとかね、どんな肩書きがあるかって通用しなくなるんですよね。これからは自分の世界をどれだけ広げていけるかっていうことだと思うんですよ。つまり発信が絶対に必須だと思いますし、過去がどうあろうと、どんな立ち位置からでも這い上がってこれたっていうブランド、もしくは自分自身で自分の世界を作ってこれたというブランド、そんなものが、その自分ブランドっていうのがね、必要になってくると思うんですよ。だからいつまで経っても看板依存とかね、過去の人が積み上げてきた信用に乗っかっちゃおうみたいなのはちょっと通用しなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。例えて言えばですよ、広島市中区本通りにオープンリーチっていう吹けば飛ぶような麻雀店があって、実際吹いて飛んだんですよ、ね、でもそこの卒業生たる私は3年で1億稼いで、今じゃネットビジネスのもうプロフェッショナル中のプロフェッショナルですよ。プラスですよ、投資もうまいこと回して結構な大きなね、流れを作りました、で、速稼塾という塾を運営して今8年になりますけども、世界中に生徒さんがいらっしゃって、で、47都道府県に生徒さんがいらっしゃって、会いに行く旅を完了しましたね。これどのブランドだと思います？大学名を全面打ち出してやってますかね。すごい会社に私は在籍したから、そこの信用で、 Google とかの信用でこういうふうに作ってますかね。ないですよね。唯一あるとしたらセルフバックですよ。なんやそれって話じゃないですか。どうブランドにできるんやみたいなね。で、麻雀店赤字ばっかりの40歳親父がパソコン始めて、で、ネオヒルズに憧れて、なんかうさんくさい商材買ってやられたとか言って、マトリックスアフィリエイトバキューンとかやってね、いろいろあったけども、こういった自由を満喫してる、つまり私は自分でやり遂げたことを、まあ言ってみればちょっと僭越ながらブランドにしてるってことなんですよね。だからどこどこの誰々から借りてきたものでもないですし、それこそね、なんかの大会で優勝したとかそんなんもないですからね。これで私は言ってるわけですよ、で、こういうふうな時代になってくるんじゃないですか。吉谷さんもそうですけども、吉谷さんも俺は元ネオヒルズだぜみたいなことやってないですよね。まさに自分から、なんか私はね、吉野さんがね、あのリストを持って独立したのかと思ったけど、どうもそうでもないような気がするんですよ、なんか本当に吉野拓郎っていう存在でずっと地道にリストインしていって、オプト取っていって、 Facebook に変な顔をね、いっぱい人のボールに積み上げていってやったんだろうなと思うんですよね。まさに自分ブランド、自分の道をね、貫き通す R34 マガジンじゃないですか。いってらっしゃい。